どうも赤星です。ね、瀬尾です。よろしくお願いします。今回お知らせがちょっと2つありまして、何でしょう。1個は、はい、パーマをかけましたちょっと髪はね髪は切ってきましたけども、はい、このあのねあのビックスというね、いやそれもマジで言われていいわかな。2つねちょっと告知がありまして、はいはい、1個は4月1日にあげた、うん、ちょっとコロナのあの時期から今ちょうど2ヶ月と、はいはい、マシマシ TV はどうなるんでしょうかというのが結構コメントいただいたんでちょっとお答えしようかなっていうのがあって、はい、まあ、先日緊急事態宣言全国で解除されてお店行かないんですかというふうにおっしゃっていただける方結構多いんですけど、はいはい、実はこれまだ全然行けなくてですね私、はいはいはい、まあ吉本の事務所の方からねある限定的な条件を満たしてればお店に行ってもいいという条件が出たんですよ。これをちょっと言っとかないと、はい、急にお店に行った時にどうしたどうしたってなるんで、はいはい、その条件というのが、はい、一つ、他にお客さんが全くいない貸し切りの状態であれば、おっとっていい、まずすごいなまずがすごいな、まずこれなんですよ。その例えばお店の協力を得て、うん、開店前に行くとか閉店の最後のお客さんとして行く、まあ、はあ、厳しいけど、あとまあ予約をちゃんとしてね、他にお客さんがいない状態であれば取って OK、 なるほどねっていう条件がまず一つですね、うん、2個目、うん、県から出ないという都道府県から、はい、都道府県の自分が住んでいる地域、はい、まあ埼玉だったら埼玉県から出ない、はい、これが2つ目、これ2つ目です、はい、3つ目、まあ1個目がもしね例えば、はい、無理だという場合、うん、この3つ目を当てはめることができればやってもいいっていう条件があって、うん、どういうこと ?3 つ目さえクリアしてればいいってこと結局。そう、まあ2つ目はまあ、2つ目はそうそう遵守しなきゃいけないけど、じゃあ1個目か3個目ってことね、まあ、ってことにはなるが、はい、3つ目が多分無理。え、なんだなんだ。3つ目はお店の中に個室があるという、うん、いう条件。おこれ二郎系のお店で個室があったらむしろ取材させてほしいというレベルだから、ラーメン屋で個室っていうのはね、なかなか。一覧はちなみにクリアしてるんですか。いや、あ、ダメっす。一覧でダメなの。一覧は半個室っていうふうにお店が確かに言ってるから、ま、一覧でダメなんだ。じゃあダメですね。ええ、ないよそんなラーメン屋。ね、いや、かつて行った中で、あ、ここ個室あるなっていうのに該当するとすれば、はい、群馬県の角馬さんっていうお店が、はい、お座敷があって8人座れるところがあったの。そのドアを襖パシャンって閉められる。 あと地雷屋さんっていう、本来はお座席をそこは出してないけど、店主さんに言えば座敷も使えるってところで撮影させてもらったところは、マシマシ TV の中でたった2回。俺二郎系じゃなくても、はい、よかったら知ってますけどね、個室。え、あるラーメン屋どこだ。竹虎です。竹虎か。はい、歌舞伎町の。はい、竹虎です。竹虎、あそこは個室あります。個室だね。はい、という条件なんです、ね、あ、なるほどね。はい、はい、まあ埼玉県、じゃあもう俺らもう埼玉県しか食べれないのか。それがですね、え、なんと、え、ここで2つ目のお知らせ。なんだなんだ。我々引っ越します。引っ越します。わー、ということで引っ越すんですよ、川口から、はい、同時にこれも言わないと、はい、やっぱり急にあれ東京のお店急に紹介し始めたぞっていうのがなぜなのかってなるじゃないですか、やっぱりね。そっちじゃなくて、え、背景変わったぞじゃない。まあ映しときます。いや、やめときましょう。もうやめときますか。もう最悪だ。10日に引っ越しますんで。はい、うん、あ、これ引っ越したなのかな、もしかしたら。あ、引っ越したなのかな、たになるかもしれないですけども、もしよかったら6月10日あ、ね、引っ越ししてくださいどこに行けばいいのか全然予想してね、こいつらここに行くんじゃないかっていう予想して、はい、まあだからその、はい、事務所からねお弁当とか、うん、テイクアウトについてのルールとかもしっかり言われたんで、はいはい、だから越谷二郎、一応僕川口ですから、うん、越谷まで行けば、はい、テイクアウトできたけど、はい、それすらもこれまでダメだったんですよ、やっぱり。まあそうですね、テイクアウトでは移動するみたいなのは、はい、一見とりあえず引っ越し前に僕土田に行ったんですよ、大宮土田。おー、そこの、ね、はい、テイクアウト出します。まず土田、まず土田を出すんですが、はい、その次からもう東京のお店になります。なるほど。はい、なるほど。なんで急に都内のやつ行き始めたぞってなって、そういう理由があるんで、
その辺をご承知いただきたい。逆に言うと今度はもう都内しか都内しか行けないんですよ。さよなら埼玉、はい、桐生さんだからもうこれで僕との麺さん、僕との麺さんちょっとビンビン豚、僕との麺さんかな、僕との麺、まあ、北斗の県のね、土田さん、土田さんももう行けない、大宮二郎ももちろん行けない、うん、あと千葉二郎ももちろんですが行けないんですよ、はいはい、悔しい。でも神保町とか、はいはいはい、新大田とか、はいはい、これまでお持ち帰りできなかったもう場所については、うん、お持ち帰りしますんで、テイクアウト、ね、やっとできるんで、やっとそういうことなんです、うん、なので、今後ともですね、はい、かがおしマシマシ TV の方ちょっと本当によろしくお願いします、はい、という告知でございました、はい、バイバイ。Thank you.